YouTube に動画をアップすると何パーセント処理済みと表示されますが、何を処理しているのでしょうか。それは動画を圧縮したり分割したり、さまざまな解像度の動画に変換したり、 YouTube で表示させるのに適切な形態に処理しています。ではファイルサイズはどのくらい圧縮されるのでしょうか。さまざまなタイプの動画ファイルをフル HD サイズで作成し調べてみました。曲はすべて同じです。何の変化もない音だけの動画、7MB ある画像ファイル1枚をただ表示するだけの動画、写真のスライドショー、パワーポイントを録画した動画、静止画をパンやズームで移動させる動画、文字がひたすら流れていくだけのテキスト動画、普通の動画。結果です。動きにほとんど変化のない一番の動画は動画作成時に大幅に圧縮されて作成されます。ただ YouTube にアップしても圧縮できるものがないので、サイズは変わらず 2MB のままでした。2番目の動画は 110MB のファイルサイズが YouTube で 7MB まで圧縮されました。3番目のスライドショーも4番目のパワーポイント動画も YouTube の圧縮コーディックは優秀です。7番目の普通の動画も約半分にまでサイズダウンされるようです。